晴らしい内容もう一度。どうもワンゲーム TV 土曜介でございます。さてですね、本日お邪魔しておりますのはスローゲーセンでございますね。寒川、神奈川県の寒川にありますスロットゲームセンタースパイダーさんにお邪魔しております。僕はね、特に4号機、5号機、そして今6号機、6.5 号機スマスローというふうに、まあ、パチスローと共に人生を歩んできたわけでございますけれども、まあ、今日はちょっと古い台を打ってみて懐かしむのもいいんじゃないかなと、こんな台やったな、うーんっていうのをやりたいっていう回です。でですね、本日こちらのね、スパイダーさんにお邪魔してですね、まあ、中にね、4号機、5号機、もういろんな台が、6号機ももちろんありまして、3000台近くあるということですので、あ、ごめんなさい、大丈夫です。で、こちらのスパイダーさんなんですけれども、まあ、昔の台から新しい台までですね、4号機、5号機、6号機と、いろいろな台が、なんとですね、3000台も保有しているということで、あなたの打ちたい台も来たるということですね、私もメニューの中からこれいいなっていうのをね、何台かピックアップしてまいりましたのでですね、今日はその台みんなと一緒に懐かしんで打っていけたらと思いますということでですね、早速中入ってみようかな。行こう。お、じゃあ、本日私が実践しますのはですね、こちら創世のアクエリオン初代でございます。いやー、もう聞こえるぞ、さすが陽介分かっとると、センスいいということでですね、お、いきなりスイカ引いた、これ確か強弱の概念あったよね、弱だよ、お、チャンス目だ、チャンス目でフラッシュとかせんのやな、この口で。で、まあチャンス目引いたので、お、バシー言うてボーダスに来たいみたいだね。今日はですね、これ設定6のリセットです。多分僕がアクエリオンの、ね、6段か当時打ったことないと思います。一応ね、スペックこんな風になってて、意外と6はハイスペックだと思うんで。懐かしいな、なんかテロップの感じとかもね、やっぱ今風じゃないね。まあ当然ソーラーの方が熱いと、まあ最初だって見ますけどね。液晶もやっぱ今の台と比べるとやっぱ小さく感じるけどね、他の4号機とかもっとちっちゃいからね。スプリットセイバーいいね、バラバラ剣、デメ的にはさっきは別に大した目は出てないよね。めっちゃやられてる、残念。ファミコンは昔のハードだけど、もうこんなもんスーファミじゃねえかとかちょっと思ってるよ。で、感覚的にはそういう感じ。今 RT 上がったね、一瞬で。宅当てみたいなやつ。え？急に？あ、これだわ多分。ソーラーだしね。しかもあの共闘だから、連打、長押しが連打になりません。勝った、勝ちましたね。ボーナスだろうね。嘘。こんな簡単に、多分弱地だよな、あれな。さあ、弱地から RT 取りましたね。まだ打ち始めて100ゲームぐらいだよ。あ、これで入るのか。はい。で、誰が止まるかによって初期ゲーム数が決まりますと。そう、30で、内部的にいくつストック持ってるかもわ、まあ、分からんと。自力でボーナス引いたりとかチャンス目引いたりとかしてストックしていかなあかんのよね。で、このやっぱね、 ART 始まった瞬間に外れ目とかが熱くなるわけじゃないですか。それがいいんだよね。外れ目で青でリプレイじゃないけど単独とか引いてないかな。当たるだろうな、ドーン、おい、
ってどっちが勝ったか若干分かりづらいよね、やっぱ当時。これはさすがにボダでしょうと。ウィン、素晴らしい。さあ初ボーナス、 ART 入ってからだからうまいね。いいなぁ、いいなぁ、なんかワクワクすんだ。ちょっと待って、エピソードボーナスだ。これエピソードって確かストックある時の方が出てくるんだよね。なんか昨日若干予習した時、チャンスって言った時に7狙うじゃなかったっけ。7を狙いとか言ってくんねえから、当時赤7狙うじゃなかったっけな。そうでしょ、やっぱ。ああああったあった。今やったら設定6角じゃねえかと思っちゃう。おっとクレオチしました、高設定だ。クレオフしたので構成で確定だそうです。なことだ、これで確かこの台どうだっけな、まあ、もう一回待機中はもちろん挟むんだけど、1セットは乗ってるんじゃなかったっけ。あ、そう、 ART 待機中で30ゲームがなんかで、そう、もう一回やれるんだよこれ確か。格上げや、アダス50。いや、こうなったらさ、こっち入れたいよね、創生ボードで。そこは取りたいな。お、いいね。これ弱だと思うんだよな。でこの次のレバヤとかで、ね、やっぱりこうナビがなかったりするとうってなる。おっと、まあ、さ低設定でもね、ぶっ壊せば夢あったからね。当時からエスパー台だったもんね。エスパー台の始祖みたいなのがあるでしょ。だからまあ当時はやっぱこのなんか宅当てとか ART 中になんかすればぶっ壊れるっていう感じが楽しくて、まあ打ってたけど、今はゲーム性とかも本当豊かになっちゃったからさ、まあ、当時のゲーム性では満足できなさはあるかもしれないよね。その辺はやっぱ舌が超えたってことなんでしょう。やっぱり6号機って ART が作れないんで、うん、そこがやっぱり俺すごい寂しい。頑張って A プラス AT やってるそのセンちゃんとか鉄拳とかあるけど、お、終わってしまった。 潜る可能性もあるんだよね。こんな S 見たことないけど、ある？これプレミアとかなんじゃないの？ちょっと何が起こってるのかさっぱりわからん。ああ、ART でした。セット数があったらしいです。その辺も雑だね。ボーナスって言っちゃうだこれ。つぐみとかがこっちが熱いんだよな。ああ、まあ30だわな。あ、でもあのパネルにずっとこの、なんていうの、エクスタ顔の女性がいるから、この台。ラスケ毎回終わるんだっけな。もはや覚えてないんだよな、それも。ああ、これで終わったのかな。じゃあまあぶっ壊すためには中でいろいろやんないとダメだからね。このね、紋章揃いを見たいわけだよ。ラスケ寂しい。ポーポーポーピーポーピーポーじゃないのよ。やば、もう1500枚入ろうとしてるよ。ボーナス400分の1、 ART600 分の11じゃないか。いや、やっぱ肝になるところ引けないと負けますよね、スロットってね。これ無理だな。ちょっと強地引けてないのが一番痛いんだって。ジャック、お、いきなり合体した。あ、でもメガネのおっさんダメだよ。結局ルナやし。
おお当たった。おお蘇生なし。弱者から弱者やっぱ刺さるね。63%取りまくってる。強者なんかいなかったよ。そろそろ1000枚ぐらいの塊取らないとさ。エクストチューチャンス、エクストシー30。中じゃないかな。中って一冊なんだっけ。逆押しどうなんだっけな。どうだったらセーフとかも覚えてないよね。お、ワンチャンあるんじゃないこれ。あおもろい。ただのベルなししかもやってんのマジ。強水消えんな消えんな消えんな32枚こんな難しかったっけ。やっぱ不動鍋を射止めれるやつしか勝てんのかな。そうだそうだ、いそうだよねこれ。壊れた。でここで行くのかな。違うもんね、魂揺り動いちゃう。いやいやいや、さすがにだ。やってんな三兄弟。いなさそうじゃない。こんなんだったっけ、こんなんだったっけ。割とやっぱ今打つと阿炎強化になるな。いねえべ。あれ俺名機だと思ってんだけどな、この台。オープニングでいやこの台を選ぶとは陽介センスあるって言ってたけど、ないかもしれない俺。思い出補正って怖いな。こんなくだらだったっけ。しょうがないよね、黎明期なんだから多少荒削りでもさ、あの頃は面白かったわけですよね。そうそう、いやー伸びないね。じゃあボーナスが重ねてるから枚数としてはそこそこ取れてるけど、どうだ。お、行った。おお、ラッシュでした、ありがとう。枚数引き継ぎ。さあ初当たりも ART だけもね、 ART も軽くはなってきたね。もう6回目から7回目でしょ。そろそろ伸ばそうね。うん、3これとりあえず押そうか。これハサミだと思うんですよ。とりあえずフリーで大丈夫なはずなんで。なかったら重押ししてたよ。くは今の2択外した。松台までの恥やなマジ。ああいうの当てれないやつはねこの台無理なんだよ、どんだけ打っても。不動産もう一回お願い。男の中押し。これベルじゃない。
なんだよもう。じゃあさっきあのベルではしゃいでたの結構恥ずかしいね。あそこで1000枚ぐらい期待値変わるもんな。で終わっちゃうでしょ。ストックありで確定してる時があんまないからさ、さっき俺第3停止ねじってって画面に戻るつもりだったのに、戻る前に押した瞬間に甘いなって言われたよ。そう俺的にはこうやって分かんない分かんない分かんないよって言ってパッてやって甘いなって言われると思ってたんだけど、押した瞬間に甘いなって言われて、あ外れたって。若干歩み寄ってきてる感じはあんだけどな。俺でもあれだぜ、八景島シーパラダイスのゲーセンのコットンでコット引いたことある。なんでシーパラまで行ってゲーセンでコット打ってんだったの。無駄にメダルが出て多分他の代理飲ませてやめてると思うんだけど。おっ激圧拳中世かな。やっぱそうだ。バー揃わんのや。スイカなんかな。さあそう。おお。これで、ボーナス ART が EV1 だね。1.1。こうなるとなんかボーナスじゃない方が嬉しいまであるけどね。ボーナス。だって不動だもんね。偉そうだよね。はい、やが。中継からいただきました。普通にエピソードですらないよ。レバオン激アツ拳は熱いな。きっと当時の俺もアイドンに騙されてたんだろうな。ビッグ伸びと。てか化け引かねえな、そういえば。あれも結構爆発劇だもんね、まあ、今日の俺に当てると思えんけど。わお2発目、突然の2発目。フリーズしねえかな、さっきとちょっと違うんだよね。さすがに大丈夫でしょう。 OK、 そうせなし。そらそうだ、全然伸ばせてないんでそろそろやりたい。なんか謎にモード上がってないしませんか。50、まあまあまあ歌っとる。じゃあストック持ってるね。これはもしかしたら強制ベルオア。お、ベルオア。もうムカつく。ムカつくわこれ。パチスロは3万入ってからやな。きた。いやもう順押しで聞くって決めたから。うえい。おわムカつくわ。多分設定6だからさ共通ベル多いんじゃないの。だって赤いもんだ。なんかなんか引いたもしかして。あこれか。おいいよ。でも不動来てるから足音はしてるから。っていうことでしょ。どうなんこれ。さっきからさあ、あ、否定したってことは当たってるね。当たってるが次のセットあるってことなのかな。いやそういうことだよ、うん、はい30。だから本来はこれなんだよね、うん、落ちないのよ。11ああもっとなんか
ロング継続させてボーナスと絡めてっていうのやりたいんだけどね。ジャンケンもやってない。そう2400回してんだぞ。おい、きた、順押しでいきます。何度も言う、僕は順押ししかしない。終わっちゃう。しかもなんでか知らないけどラスト3になると引くんだよね。だってもう発展する気もないもん、ゲーム数ないからさ。一応白ナビやけど。ベル折れたよ。ハズレかレア公約か。ああ、当たってたってことだろうね。あ、再抽選の S なんだ。へえ。でボーナスなんでしょ。あ、なるほどなるほど、セーフ。じゃあこれ中で引けてるので大丈夫やつ。バケ来ない。今日初のバケ。じゃんけんチャンス。来た来たよ。4回勝てば ARD 上乗せ確定だし、全勝だったらとかいろいろあるんだよな。ここで聞きたいのが共通ベルなんですけど、あべざばしじゃんけんじゃんけんグー。ちょっとやった。お、正解。ああ、アイコでもなんか1ポイントとかもらえんだよ。めっちゃ強い。ラスト OK。 中途半端2勝3負け1引き分け。確かね、4勝しないともらえないはずだから、ちょっと足りないんじゃない。でもこれ多分このステージだって ART には復帰するでしょ。中で引いてっからね。創生なし。さあここで、ああなんかちょっと声低い。ワリちゃん思い出すよね、ラッキーって。あの、いや多分エクスタジーを感じると声が低くなるタイプなんでしょう。ここはさすがにボナなさそうで、いないかいないか。きつい。不動さんに嫌われてますわ。そうなんだよね、こんだけやるってやって、もう10セットぐらいはやってるよね軽く。さすがにさすがに急に化け寄ってきたやん。もう嫁ですよ。左ファーストを狙っていく。ああもう負けた。お、いいよいいよ。お、レインボー、何レインボーって、二重丸になったよ。いいんじゃないこれ、取れたんじゃない。ほら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 、あっつこれ取らなダメや。自分を信じてグーを出し続ける。おし、いいじゃん。6回戦もあなた、うわ強っ。これ多分相当セット取ってんじゃねえのかな。合体は爆発だ言いましたよ。爆発するかもしれない。20丸が3個だから3パ24ポイントプラス、4ポイントで最低28ポイントは取れてる。最低5セットあるらしいです。やっと楽しいアクリルになってくるかもしれない。行こう。5セットあったらなんか起きるだろう。
終わらないよね。こうやって無限期間、永久期間を作るっていうのがこの台のやり方だからね。さあエクスタスチャンス、50ゲームからスタート。空行った空行った、いいよ。弱水か、来た、本物が来た。空に飛んだ瞬間に本物が来ました。左で行きます。二殺になる可能性もあるけどね、二角になる可能性もある。ケチや、あの人。やっぱこういうとこが楽しくて打ってたんだろうな。おい、やっぱ広角は乗るんだね。弱地やで今の。ここはつながりますと。いいよ、50-50と来てますね。かかってきなさい。あ、来たね。どうだ、気持ちいい。これがやりたいんですよ、やる時。おい、ビッグ、いいよ。こうやってボーナスとね、ART 絡めて増やしていくわけだ。大チャンス、ユタでレバオンで。お、近くっすね、これで、ね。急に表現したぞ、ダイが。さあ、行くぜ。いいですね。モードもゴリゴリ上がってる可能性あるからね。もはや何発あるかわからない。一番パチスロって、幸せな時間だな。絶対ベルやん。何こんなに低い共通ベルばっか。ちょっと変わったとこ狙ってみようかな。あ、これはどうなんだろうか。おお、信じ続けてよかった。危なかったね。これでもう1セットは乗ってるってことだよね。これが熱いんだよな。揃えた分全部乗っちゃうんだもんな。ナイスー。これでも2個だもんね。狂った制度してんね。挟んじゃう、うまい。で外したら終わるんだっけな。終わりはしないんだ。2回外したらとかだっけ。あ、これダメっぽい。ああ、そういうことだね。でもこれでもう3発取ったからね、もういくつあるか分かりませんよ。わお。びっくりするわ。もうあらす。しかも次のゲームで不動ナビ出てるっていうことは、これボーナス否定してねえか。よし、オッケー。2ゲームで2発取った。創生ボード入った。これ逆だったらえらいことになってたかもね。オッケー、ドーン。あー、ダメだ、1冊だ、残念。まあでもここでも3発か。あ、もう訳わかんなくなっちゃった。
おうおうおお、祭りになってきたぞ。おい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 、簡単やないかアクエリオン。どうせならここでポーズしていきたいな。あ、全ナビやベルや、騙された。いい、オッケー。もう軽く永久期間が発生しております。なんか、あーダメっぽい。あーさて、このセットだけで何発乗ったか分かんなくなっちゃった。いいですね、50に寄ってるね。さあまだまだ続くよ、テストチャンス。まだまだおるよ、ドーン。おお、ついに、あざっす。90、終わらないよ。おお、今度はつぐみさん、これであの全員絶頂達成です。さっきからめっちゃ来るけどめっちゃ当たらなくなったよ。男は黙って外れなんすよこれ。あれ、わあ、そういうパターンもあんのか。なるほどね、チャンス目だったんじゃない。急にビッグ引けなくなってきて出玉が加速しないっていうね。もうストックいらないんだけどみたいな。やっぱ中押しでいいんかな。またこれで乗った可能性もゼロではない。おうおう、また待機中なんだけど。おかしいもん、おかしいもんこれ。ああボーナスですよ、気持ちいいね。こういうパターンだよねやっぱね、 ART 機能。えい、ナイス。さあこれで1000枚戻るね。まだまだ俺で、あ、だいぶなんかレベル上がってんなこれ。さあ70、また引いた。青7、久しぶりにビッグ引いた気がする。久しぶりのレア役だな。あ、強そう。おなやー、ビッグ、よし。通常に落ちちゃった。まあね、あと同じ絵になるだけだからね。はい、というわけでですね、今アクエリオンが、まあ、朝から打ち続けましてですね、途中レギュラーから大爆発しておりまして、まだまだセット数持っている状況だとは思うんですけれども、ここで一旦番組の方は締めさせていただきたいかなというふうに思います。久しぶりにこの5号機のね、黎明機、ART 機の黎明機のアクエリオンを打った感想としては、設定が良くてもやっぱエスパーじゃないと勝てんわ。逆にエスパーだったら本当にね、無限にもう出玉が出玉を生む、そういうタイプの台になっているのでですね、まあちょっとこの動画見てね、あ、懐かしかったなと思う気持ちになってもらえればね、まあ、やった意味はあったのかなと思います。最後までご視聴いただきましてね、誠にありがとうございました。またフロイダイの実践とかもやっていこうかなと思っておりますのでね、もしこういう台が見たいとかいう人がいたらコメント書いてもらえば嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたしますといった形でですね、終了させていただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。